も付けてまいりました。ご近所の迷惑にならぬよう音量を下げてお楽しみください。忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でも泣くとかして海に見たりしたのに。結婚直後初めて部下を持ち、仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待ってる妻の演技にいることか。僕ら二人の愛の形ならばそれがそれで足りたろう。家に帰ると妻が必ず死んだふりしています。今日はどんな死に方しているのか期待してます。